蓋が開いてない。映ってんのかな。これ大丈夫。あ、なんか絵がおかしいと思ったらね。てってるてれ、流れてますか、流れてますか、流れてますか、大丈夫ですか。はい、さあ始まりました、マチカラジャーン。もうちょっと放送局がありましたね。何してちょんまげ。さあおはようございます、こんにちは。こんにちは。はい、今週も始まりました、マチカラジャーン。はい、ジェイコブニュースでございません。ジェイコブニュースじゃございません。そんな感じで今週も始まりました、この番組。はい、この番組の提供はですね、川口元郷にあります三玉屋洋品店、はい、金ちゃんのところですね。はい、そして西川口駅西口そばところ二子さん、こちらの提供でお送りいたします。ありがとうございます。放送をお送りいたしますのは我々ですね、まちづくり川口 NPO 法人まちづくり川口が放送を担当したいと。いや、何噛んでんだよ。いたしております。よろしくお願いします。さあ今日お伝えいたしますのは私もじゃもじゃ羽鳥、月島メールでーす。ちゃんとゆっくり喋れるんだよね。はい。ちょっと今日眠いんでしょ。眠い、眠い、頑張ろう。頑張ります。頑張るぞ。そんな感じでね、今週もいろいろバタバタとありました。はい、バタバタしてましたね。先輩がタバコ吸ったおかげでテレビ出られなかったので、はい。さあいろんなこともありました。はい、まあ明日ですね、うちの町のお祭り並木ふれあい、あ、ふれあい祭り in 並木、これが行われます。まあ、その話もたっぷりとしていきたいかな、はい、そんな風に思っております。それでは1時間皆さんね、土曜の昼1時間ゆるーく聞いていただきたいと思います。さあそれではですね、なんか行ってきたのコーナーとかある？行ってきたですかね、うん、行ってきた、うん、まあライブですね、行ってきた。ライブか、ライブ何本ぐらいだったの今週は。今週は1、2本。1、2本か、2、3本 1週間で3本やってんの、すげえな。2、3本、すげえな。どうやばず、なんか年にそれぐらいなのに。しょうがない、いいんですよそれくらいが、ね、頑張ってください。はい、カラフルリーユや、とりあえず明日、今日明日ですね。今日はないしね、今日はない、今日鬼ごっこもないんで、はい、今日じゃあ久々のオフ、オフです、今日は。まあ私はいつもオフなんで。え、土曜日はオフなんで。あ、そうなの。オフが多いんで。あ、そっか、マチカラジオがあるから、うん、あのお昼は入れないでねって言ってあるんで。あー、そっかそっか、すいません、仕事潰しちゃいました。いいえ、全然、こっちの方が先なんで。はーい、ですね、まあ並木の話なんですけど、まあ、私も別に行った何も言ってないな、すんげー忙しかったから今週。まずあのうちのお祭りのための町の中に流す放送があります。皆さんこんにちはって今商店街で流れてます。それをまず撮る、撮る、まとめる、まとめる、それから放送できるように裏に音楽入れたりなんかする、仕込むみたいな、仕込む。それが多分上手な人がやると、プロがやるとチャ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 って終わるんだろうけど、俺はそのパソコンとにらめっこしながら、うーん、これどうやってやんだみたいな、音量がちっちゃいぞとか、いろんなことをやりながら。あれけど昨日流れてましたね。流れてます、バンバン流れてます。で、なんか自分の声だって聞くと、うん、すっごく、うん、これ誰だろうって思っちゃう。あ、本当。俺なんか結構張った声でね、はい、なんか羽鳥さん、あ、羽鳥さんやっぱ通る声だなみたいな、まあそんな感じですね。ぜひ並木商店街、明日までしか流れてませんので、はい、明日もちょっと流れかどうか分かんない感じなので、ぜひ、今のうちに聞きに来たらいかがかな、いかがかな。そのうちここでも流す。流したらいいかもしれない、できます、ね、そういうのって。あ、哲さんの紹介してませんでしたね。なんていうの、プロデューサー。プロデューサー理事長さんです。イエーイ。まあここでも流すかな。でもお祭り終わってから流してもね、なんかちょっとつまんねえなみたいな。じゃあふれあい祭り in 並木のふれあい、うん、あ、来年の分、来年の分、来年の分、今のしとっとくか。ね、来年の今頃近くなってバタバタしないように、ひひ言わないように。そう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 。でもそうするとな、機材扱うの2年空いちゃうわけだよね。完全に忘れるな。なあ、一応ね、そういうの去年はアナログで撮りました。いわゆるその こっちの音を MD で撮って、で、パソコンかなんかで音楽流して、それをミキサーっていうのに入れて、そのミキサーの音をまた別の MD で撮ってみたいなことでやりました。で、今年はそれから脱出しようと、で、いろいろ音楽ソフトみたいのがあるんで、それを使ってやってみようかなと思ったら、それがあまりうまくいかない。あ、いやいや、ね、音をなんで割れてんだみたいな、結局機材が悪かったかもしれない。あ、行ってきたようだ、うん、なんだ、あ、昨日昨日あれなんですよ、
髪の毛綺麗だったじゃないですか、うん、エナジーに行ってきました。エナジーに行ってきた、はい、あの西川口商店街の、うん、結構奥の方のファミリーマートの、うん、あのもうちょっと後に何だっけ、うん、ジンギスカン屋さんあるじゃないですか、うん、はいはいはい、そこの隣のジンギスカン屋さんじゃないよ、ジンギスカンじゃない、じゃあ今あれだよ、黄緑の、あ、そう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 、うん、そこ、あ、墨蔵の目の前の、あ、違う、墨蔵、そこ違う、自転車置き場じゃねえよ、なんまあなんか、うん、そこの2階、はい、2階に俺が行ってるというか、今お休み中だけど、歯医者さんの横目、そう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 、歯医者さんの横なんですけど、美容院です、そこの美容院で、うん、あの、髪の毛を撮影のためにやってもらいました、うん、こうやって折ってやったよね、折ったっていうか、なんかこうぐにゅぐにゅぐにゅってしてやった、写真あるけど、うん、スマホだからな、あ、まああの、昨日ポスター用の撮影会、はい、撮影しました、うん、ね、ニコさんが撮ってくれました、500枚ぐらい撮ったってことですよ、そんなに撮ったの、撮ったっつって、何その中から選ぶの大変じゃないですかね、500枚見るのが大変だよね、ね、最低でも500秒、 0.5 秒にして250秒かかるよねあ、でも撮った中で、うん、1回撮った中でこれどうみたいなこと見合ってから、うん、番号書いてみたいな、あー、そうなんだ、結構楽、それで、なんか置いてきたっつったのか、そう、うん、で、まあ、ここで作ってます、最近ちょこちょこニコさんと会ってるの、ニコさん来てくれるね、うん、ニコさんね、ね、スポンサーなんとか俺が行かなきゃなんねえんだけどねしょうがないですよ、お酒飲みたい人ですから、そうそうそう、まあそんなこんなで、ねるちゃんも次のポスター写真を撮り、はい、で、俺はそんなこんなで、とりあえず明日でガーってやってた仕事が終わると、おお、明日忙しいですからね、みんな、まあ明日フルだもんね、俺ね、うちはちょっと休みがあるんじゃないですかね、ほぼねえよ、明日のメルちゃんの予定ですが、はい、まあオープニングはともかくとして、11時からまずカラフルリリーがあります、あ、11時からなんですか、これ本当12時40分って聞いたんですけど、あ、ドア玉あるよ、カラフルリリー、あれ、それ、あれ、ケイタさんがアップした予定ですよ、そう、カラフルリリーあるよ、11時から、マジ？そうだよ。12時40分だと思ってたんだけど、メル。そう言ってたよね。これね。ここにあったんだ。なんで超関係者の俺が忘れてたんだよね。あ、3つあるの私じゃあ。11時からあります。まずカラフルリリー。はい。フラワープレゼントしながらみたいな感じなんですけれども、ニンニンジャーの前です。ニンニンジャーの前に当てたのよ。はい。ね、ありがとうございます。人がいっぱいいるんで。で、そこでカラフルリリー1回目。そして2回目、12時40分からサブステージですね。はい。サブステージ。こちらの方でカラフルリリーやります。そして、あと16時から、ダンス系ユニットステージプロダクション1。愛です。プロ、愛か。愛か、これ。プロダクション愛です。そうか、プロデュースで、そこの、あと頭かな？カラフル、川口カラフルリリーやります。はい。はい。そして、17時からのドーヤバーズにも1曲出演します。イエーイ、初ライブ、初ライブです、初ライブボーカルね、いろんなことをやって挑戦していただきたい、はい、そんな風に思ってます。で、はい、それ以外にカーケンダンスにも、うん、そこカーケンダンスにも出ます。結構14時20分です。空き時間がない、うん、ないです、遊んでる暇はない、輪投げなんかしてる場合じゃねえ、遊びたかったしっかりしてくれ。で、それ以外何かやるんですか、私わかんない、わかんない、うん、あとは気聞かせてうまいこともらってくれ、ういうい、こんな感じです。そう、やってきたようなコーナーあったやん、一応あのテレビに出ました、 J-COM ですか、あー、ね、メルはちょっとしか出れなかったけど頑張りました。で、昨日の放送であの後に撮ったのがあったじゃん、あれが出ました、うわ、うん、出ました、見てない、ということは ほぼ2日出た、 J-COM さんありがとうございます、ありがとうございますまあそんな感じでですね、なかなか緊張する感じでしたね。で、放送見たら俺の声入ってねえじゃんみたいな、え、マジあんま聞こえねえ、マジか、なんかボソボソ言ってる、あ、目の前にあったマイクがちょっと横向いてたんで気になったんだけど、うん、こうするのもなんだなみたいな、でもなんとかしてくれんだろうと思ったらなんともなってなかったまあそんなこともありますね、そんな時もあるさ、まあ、そんな感じで、木曜日に、生放送で、行ってました。うん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 、で、まあ、それが1日何回か流れるんですけど、まあ、その生放送、そんで金曜日、金曜日です、金曜日だよね、昨日は金曜日、うん、あ、昨日金曜日か、そうだ、金曜日の放送だ、木曜日と金曜日だ、俺見たのが今日だったから土曜日って書いて送っちゃった、さっきありがとうってそんなこともあります。金曜日の放送でも流れてましたね、並木のふれあいの鳥で、うんうんうん、結構時間割いてやってくれました。
そんなこんなもありますんで、ぜひ皆さん遊びに来てください。あの屋台なんかも普通に出てますんで、しかも綿飴100円、かき氷100円とかで超お得です。お得、ね、問題は雨。問題？問題は雨だ。雨マーク。あー、あ、でもパーセンテージが下がったって。下がった？聞きました。ほんと、まあ当日降らなきゃいいなと。で、片付けの時にも降らなきゃいいなと。え、雨の時やんないんですか？中止ですか？あの、それはね、雨天一応欠航です。おお。で、あとやるかやらないか、出るか出ないか、まあ例えばね、クリーマーケットなんかもそう、うん、こちらではやります、うん、だけど、いや、こんな雨じゃ行っても無駄だよっていう人はもうその時点でやめて結構です。まあ、フリーマーケットの場合に出店料とかはもう先に払ってると思うんで、それはごめんなさい、うん、没収っていうか、もう最初に受け取っちゃったんでね、ごめんなさい。あと、うちらなんかで参加するバンド、それからね、ユニットなんかに関しては、こんな雨じゃ無理だよって言えばそれで大丈夫です。うんうんうん、こっちからは決めませんので。まあ、あんまり広かったらね危ねえからやめようって話にはなるかもしれない。ボーボー台風来てさ、あ、それはね、テント飛ばされちゃうなんてことがあれば、まあそれはそれで、これは主催者側でもうやめましょうって決定するかもしれないけど、まあそこまでなることでもないじゃない。てか、雨降らないでしょ。降らないでしょ、ね、メラ晴れ女だから。マジで俺も晴れ男で、辻も晴れ男ですよ、うちの商店会長ですけど、ね、はい、晴れ男なんで、まあなんとかなるかな。晴れ晴れね、ギリギリ保ってくれればなと。嬉しい、ね、天気予報外れてくんねえかなみたいな。外れるでしょ、もうこれは。外れてくんなかったら神様が意地悪したんだ。まあ、そんな、うちらのお祭りよりも米が取れる方が大事なんで。あ、そう。まあそんな感じで、フレー祭り、並木バリバリバリってやります。ざっとですね、全体の、これ、ケイチンが出してくれたの。そうです。あ、ほんと、はい、一応あの、Facebook 担当なんで、うちの商店街の。ざっとですね、ご紹介したいと思います。ドア玉、波フレステージですね。並木小学校のブラスバンドが出ます。これ全国大会出場ということで、かなりレベルが高いということで、まあ超地元だよね。うん、超地元。小学校として一番近いんでしょ。近いのかな、メルンチからだとは、うん、違う、幸い町が近いけど、うん、並木小学校は、まあ、一応並木ついてるからね。まあね、並木小学校ブラスバンド、小学校大会からは一番近い。近いよね、はい。並木小学校のブラスバンドが出ます。並木小学校のブラスバンドが10時から出て、で、ちょろちょろって演奏して、あとオープニングセレモニー、いわゆる、まあ、いらしたとか、今日はありがとうございます、お願いしますみたいな感じがあります。うん、で、それを挟んで、まあ半ぐらいからまた並木小学校のブラスバンドが始まります。はい、それでおしまいで、あと次フラワープレゼントっていうのがあります。これはですね、これ新聞折り込みの広告で入ったやつなんですけど、これのここの部分、この半径を持ってきてくれるとお花プレゼントしますよみたいな。はい、全部ユリの花だったらいいのにね。あ、リリーに絡んで ね。でもユリはちょっと高いんで。高いよね。高いんでね。鉢植えをこうちっちゃいのねプレゼントしますんで、ぜひこれをお持ちくださいと。そしてですね、その後カラフルリリーが11時からステージがあります。はい、まあ、これは30分弱なんですけれども、10分って聞いたんですけど、10分間って聞いたんですけど、もうちょっとできると思うよ。その辺はラフな感じで。そして11時半から、さあ皆さんお待ちかねですね、ニンニンジャ始まります。こりゃちびっこ集まりますね。ガー来ますよ、ガーってドバーってくる、バー、うん、まあそんな感じです。で、ニンニンジャが11時半から始まります。そしてサブステージの方も12時からこれスタートしますね。ニンニンジャが終わった頃に、はい、ここの場所をお借りしています。三角ベースで主催するフラッシュ暗算ふれあいカップ争奪フラッシュ暗算大会っていうのがありますね。なんかもらえるそうです。え、ふれあいカップだからふれあいカップもらえるんじゃないですか。優勝者もね、優勝者。それにちなんで、なんだ、ポップコーン作るとか言ったかな。あ、うん、やっとやってくれるんだ、水沼さん。そうなの。なんか一回カラフルポップコーンをやろうって、うん、色がバラバラして、そう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 、大変なんじゃないの。今月はピンクとか、うん、今月は青とか、今月は黄色みたいな、うんうん、だけどそれあれがなくなっちゃったからできなくなっちゃって、そっか、あれってあの機械が、じゃ、広場、あーキュプラ広場のライブがなくなっちゃったから、あ、そっかそっかそっかみたいな。あ、じゃあまあ今月は並木で楽しんでてください。はいはい。そして12時、そして12時40分からですね、これちょっと時間かぶっちゃってるんですけれども、メインステージの方ではマイスター合唱団、
今回40人ぐらい来る。すごいっすね。40人どうすんの。あ、 B 級グルメに来てましたよね。そうなんか合唱団なのに踊ってたよね。そうすごい踊ります。あの中からカラフルリー引っ張ってきてもいい。でも掛け持ちは禁止ですよ。そうなの。だってマイスターぐらいならいいじゃん。どんくらい練習してるかですよね。相当頑張ってるよ。まあそんな感じで、で12時40分からナミフレサブステージの方はカラフルリリーがチャラッとやります。チャラッと。はい。そしてさ、1時20分、まあマイスター、そうだっけ、1時間も空いてたっけ。1時間もできませんよ私たち。あ、ナミキステージ、ナミキ公民館ステージと、まあ表向きには書いてありますけど、これナミキブルースハープの人だけかなみたいな感じだけか。まあいろいろありました。そしてサブステージの方では、ライブハウス R、 クリちゃんのとこですね、そこのプレゼンツということでちょろちょろっとライブをやると。そして14時20分カワケンダンスが始まります。ここもカラフルリリー豪演で、ピコ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 みたいなことをやります、ね、うん、楽しいです。この前先週やってきましたね。ピンピンピピピピペンペンペンだけ、うん、でチューフーンって、うん、最後ね、最後チャラーンって、はい、さあそんな感じで、マサトンも来るよ。マサトンで、そんな感じで今日っていうか昨日のあの J コムニュースはそれで枠取ってくれた。並木ふれあい祭りに丸々が踊ると書いてある。へえ、うん、そんな感じで取り上げて、マサトン J コム有名人だからね、とりあえずね。はい、そんな感じです。そしてですね、14時半から、妻恋がライブをやります。サブステージ、妻恋、うん、おじさんバンド、おじさんバンド、おじさんバンドね。どうやバンドも同じじゃないですか。あれはおじさんおばさんバンドだからで、たまに若い血入れねえと若い陽動できちゃうんだね。若いです、ね、萌ちゃんもはじめ、あ、そして15時10分からあ、15時から、ニンニンジャーの2回目のステージが行われます2回目の方がちょっとお客さんがじっちりではなくなるので、小さいお子さんとかもし13時ぐらいまで起きてたら、15時ぐらいまで起きてたらそっちの方がお得です。午前中の方はすんごい来ちゃいますんで、道いっぱいになる。まあ、そんな午後も結構いっぱいじゃないですか。まあ、いっぱいだけど午前に比べたら楽じゃん、まだもうなんか殺気立ってるよねみたいな。あ、そんな感じです。さあ、そしてですね、16時からはナミフレライブステージということで、メルちゃんたちのね、川口カラフルリリーをはじめ鬼ごっこも出ると。鬼ごっこね、はい、頑張っていただきたいなと。で、その後ドーヤバーズがやると。まあ、ドーヤバーズ1時間枠いただいてるんですけど、最初に石井さんっていうピアノの人が出ます。その次妻恋が出ます。で、ドーヤバーズと続けていこうかなみたいな感じ。こんな風に楽しく楽しんでいこうかなと。楽しもうぜ。雨降ったら やりません俺たち。あ、マジっすか。マジっす。だってしょうがねえよ、壊れっちまうもん楽器が。あ、そっか、うん、まあ、そんな感じですんで、雨降らないように皆さんもてるてる坊主を作っておいてください。てるてる坊主を逆さにすると雨が降るからね。ちゃんとこう位置を決めてね。かといって頭から刺すのちょっと気が引けるよね、糸をねちょっとかわいそうな感じだよね。さあ、そんな感じです。明日ですね、我々も一生懸命頑張ります。俺もこれのためにこの放送終わったら、あの機材を取りに行かなきゃなんないんで、音響機材をね、そんな風に頑張っておりますんで、よろしくお願いいたします。遊びに来てね。それでは、なんか今日のキポランコーナーおやすみ。何も仕事しなかったのそんなこと言うな、キポー。本当だ、キポキポランはあの今回活動してないです。これケポランが活動してないの か、書いた人がサボってたのか、どっちなんだろう。書いた人がサボってたに違いませんそれか、マチコアラジオに腹いせですよ。腹いせなの。腹いせですよ。やつらにはもう流すなと。私の好きなケポランコーナーが、まあ、そんな感じで、ケポランサボっててたっていうか、呼びがかからなかったっていうの。サボってたわけではない。ケポラン波ふれあい祭りには、あ、去年来てましたね。来てたっけ。去年来てました。はい、どうなってんだろう、俺聞いてねえの。え、あ、じゃあ勝手に来たってこと、キプラン勝手。でも誰か呼ばない限り来ねえだろだよね。うん、そこについてちょっと僕は分かりませんね。キプラン今日の今日になって、今日の今日になって俺知りません。まあそんな感じです。
まあ、キボロンね、来てくれたら嬉しいな。嬉しい、すごく嬉しい。で、そこの後ろに、うん、ハドリさんが立って声真似してくれたらもっと嬉しい。それまずいだろ。おめえかやってんのみたいな、バレちゃった。いいじゃないですか、もうバレてるんだし。まあそうだね、いろいろバレてる。はい。さあ、それではですね、ちょっと残念な話、一の城今のところ6勝7敗。頑張れ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 一の城。今小結びだっけ。え、おむすび。そうだね、一の城小結びでしたっけ、うん、え、小結びっていいの。いまあ上から横綱、大関、関脇、小結び。結構下。うん、下じゃね、上から数えてる。上から数えたからか、うん、一番下っ端は。一番下っ端はね、ほとんどない。あの、序の口から始める。序の口、序の口、序二段なんだっけとかになってるね。まあそんな相撲の世界ではかなり上なんですが、地元川口の優一ノ城今のところ6勝7敗。うー、頑張れ。最初白鵬を破ったのになこれいけるぞと思ってたんだけど、まあそんなに勝てませんよ。みんな必死ですから。あ、小結びだそうです。小結び、おむすび、はい、うん、こんな感じですね。頑張っていただきたいなと。どうしますか、そのまま一の城ネタに行きますか。一箱古本市今日やってます。さあ次の話題ね。あの一箱古本市、うちらでやる波振れ古本市の元祖です。これだけ言っとけば怒られないかな。怒ってねえか。怒らないっしょ。こちらですね、川口一箱古本市、今日すでにやっております。11時からやってます。もう登録っていうのできません。今日ですからね、今日すでにやってますんで、うん、遊びに行ってくださいというお話です。今日11時からもうすでにやっております。川口神社の境内で5時までやってます。夕方の5時までね。今日は天気良さそうなんで、町会会館を使うこともないでしょうということで、一箱古本市始まってます。まあプラプラとね、あの辺歩きながらで、まあせっかく神社行ったんでパンパンとやってきてね、うん、いただければな。今日なんかカフェのお店とかも、うん、はい、お店とか来て、うん、なんか、テーブル出して、あ、本当営業とかもやってるらしいです。ああ、おみきじゃねえの。おみきじゃなく、おみきじゃございません。おみきカフェだそうです。カフェ、神社カフェ、カフェいいね。おしゃれ、ご利益がありそうで、うん、あのお賽銭コーヒーとか。なんだそれ、お賽銭コーヒー。なんじゃ、なんかコーヒーの中に5円入れたら、それを飲み干したら5円残して、うん、なんか5円あるよみたいな。なんか面白そう。面白そうです、はい。1円だと浮いちゃう。あ、浮きますね。うまく乗っければ ね、はい、100円だったら裏表とか、うん、なんか裏表で運が決まるよみたいな、うん、なんか面白そう。いいね、なんか やりたい。楽しそうですね、メルちゃん。ちょっと見に行ってきたら。行きたい。まあそんな感じで一箱古本市すでに開催しております。今日の5時までですね。本見てもよし、境内を眺めてもよし、でカフェでね、ゆったりっていうのもあり。え、カフェで買った本って読めるんですか。あのカフェというか、お店出してるだけですので、うん、まあコーヒーとあとスイーツちょっと売ってますっていう。あ、スイーツね。そういう、うん、スイーツも出てるそうですね。スイーツファンの方ね、そこ限定でしょうから、ぜひ運んでみたらどうかな、もし暇だったらね。一箱古本市川口神社境内で今やってます。はい、そんな話題でした。はい、何よくてもないか。さあ次、まあこれはあのさっき言いましたふれあい祭りですね。場所わかんない人いないよね。それはないですよ、こんなに。ですよね、商店街の人間が、はい、西川口駅東口降りてください。はい、はい、そうすると多分あの賑やかな声がする方があるんで、うん、あっみたいな。じゃあ駅を背中にしてまっすぐのバス通り行ってください。で最初の交差点に、右側にセブンイレブン、左側が武蔵野銀行、それを左、武蔵野銀行側に曲がって、そうすると1個目信号があります。まあすごい近い距離です。右側にココイチがあったりします、ね、でココイチのところを直角に入ってください。そうするともう始まってます。明日のフリーマーケット、フリーマーケットから始まってますんで、あ、そのエナジー、うん、そこから入りゃ分かる、うん、ちょっと行けば左上の方にエナジーがあります。あ、エナジーの、うん、あのエナジーで売ってる小物屋さん、うん、っていうのがあるんですけど、うん、
そのエナジーで小物売ってるんですよ、うん、あの髪飾りとか、うん、それを売ってるんでファミマのところでぜひ買ってみたら、うん、結構お安いですよ。セットで100円とか。本当はすごいな。500円。まあそんなのも楽しみにね、プラプラとこうまずはフリーマーケット覗きながらね、値段交渉しながらなんかお安く買ったらいかがかな。いかがかな。はい、そんな感じですね。まあもし場所わかんない人いたら俺に電話くださいって。俺の電話知ってて並木商店街わかんねえやついねえだろうなお前な。あ、ケバブ屋に電話ください。多分メルが出ると思う。本当楽屋にしてるから。あ、そっかそっか。なんかうちも楽屋になってますね。あ、そっか、はい、まあそんな感じです。さあ次、第4回新鋭作家展。だいぶ話が変わりますね。え、これ結構前にも、うん、堀口康代、堀口康代さん。これなんていうんだろう。安泰の泰です。それに、変わる、変わる、代、代、代、何代将軍の代です。そしてこれ何さん、風紀優里さん、風紀優里さん、風紀優里さん、こんなはないよね、もうネタがね。風紀優里さんだとしましょうっていう展覧会が6月6日土曜日から6月21日日曜日、こちらもね、行われます。これアートギャラリーですね。追記さん、追記、追記ゆりさん、うん、さん、あの、なんで作家って、作家の人ってこんな難しい名前を、生まれながらじゃないの。すごいよね。生まれながらだと思いますけど。新鋭作家展っていうのはですね、文化芸術の振興と新鋭作家の発掘育成を目的とした公募展です。うん、ポートフォリオ審査、それからプレゼンテーション、これ展示ですね、審査にて優秀者が選出され1年後に展覧会が行われます。ということは1年前にそれがあったわけだな。 あったんだ、うん、あって、そこで OK お前行くぜって話だ。1年後に展覧会で、本展では第4回の審査で選出された堀口康代さんだとしましょう。すると何引きさん、追記さん、追記さん、追記ゆりさんが作品を発表します。平面と立体、イメージと物質の間を行き来しながら人間の体と強く関わる表現を続けてきた両名。お二人ともそうみたいです。セルちゃん音が入ってる、うん、マイクで遊ばないように。作品の印象は大きく異なり、両作家がそれぞれの活動を経て行う今回の展示、さらなる挑戦をどうぞご覧くださいということでね、6月6日から6月21日。新鋭作家って何ですか？いや、まだ有名になってねって話。え、新鋭？そう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 。なんか難しい小説なのかなと思ってた。まだ新しいというか、うん、英語で言うところの、あの、ニューシャープですね、これ。ニューシャープ。新しくすごいですからね。王様的に言うと。フレッシャーズぐらいにして。フレッシャーズ。フレッシャーズ。はいはい。わかりました。そんな展覧会が6月6日から行われます。まあ、2週間ぐらいやってんのかなと思ってるとすぐ終わっちゃいますんで、ぜひそういう失敗を何度も何度も繰り返してる俺みたいな。僕もです。そういうの多いよね。たまにこうテレビコマーシャルとマジでモネ来んのとか思って、モネ、うん、とかね、そういう、ね、あとはあのなんか国立博物館で鳥獣戯画がなんか6月の7日までとかって言って会いに行きたいとか思ってる、うん、と忘れちゃうんだよね。鳥獣戯画あれでやった、国語の授業でやった、そうそうそう、あれがちょうど、あれでしょ、あのウサギとカメで、ウサギとカエルでしょ、カエルとか、そう、あれ、いろんなの見たい、ね、見てみたいよね。っていうのはもう前髪で掴まないと忘れて、ああ落ちてみたいな。そんな感じです。ぜひ行ってみたらいかがかなと。はい、はい、さあ次行ってみましょう。次、ビールの魅力を再発見する7日間。7日間っつってもあと今日は明日しかない。なんで新井くんも教えてくれよ。そんな感じでですね、小江戸のビールを楽しもうみたいな感じですね。これは新井商店幸い町の方ですね。あ、幸い町、うん、発見道路の方ですね。発見道路ですね、はい、の方です。歩いていくには簡単なんだけど、販売、十和田さんの通り、そう、十和田さんの通りですね。それをちょこちょこっと行って左側にあります。川口駅の西口から東口に渡る方だよね。渡る、あれアンダーパスだっけ。アンダーパスだ、アンダーパスだ、あのリリアの方から来る
アンダーパスを抜けて、まっすぐ行って左側です。だよね、川口駅の、東口を西川口方向に産業道路をまっすぐ行っていただいて、うん、で、まあ地下道があるので、うん、地下道を左に行っちゃうと川口駅の西口の方行っちゃうんで、そう右に行ってください。右の方へ曲がっていきます、はい、ここ工業病院の方に行くと、うん、向かってた、300メートルぐらいですか。そうだね、あります。角打ちか。角打ちです。角打ちっていうお店があります。お酒屋さんと軽い一杯飲み屋があの一緒になってるようなところです。これです。何本当じゃあなんかうまいことやで、これえ外にある灰皿が火事になりそうか。え、マジですかっていうんで、今水って言ったけど俺全部飲んじゃったから氷でいいのかなみたいな。いいんですよ、もう微妙な渡し方で。氷は溶けるんですか。そこにあるじゃん、なんか水。それなんか それは空いてないけど、そっちの方。ああ、これ、うん、まあそんな感じです。え、そこで小江戸のビールっていうのの開きっぱなしじゃん。試飲会を含めたもの。試飲会、試飲会ではない、ね、でもないのか。ええ、まあ、それ売ってるよってこと。そうです。小江戸レッド IIPAIPA って何？ IPA ってインディアンペールエール。ああ、インディアンペールか。はいはい、インディアンペールエール。そうですね。ちょっと苦め、苦めの、うん。そうそうそう。ちょっと色の濃いよ。これが700円。ケヤキ広場でのイベントにて好評だった限定ビールがここに。あ、小江戸マリハナ。明日、うん、ケヤキ広場、うん、埼玉スーパーアリーナのところの欅広場で、うん、ビールフェスがあるらしいので、うん、多分そこにも多分出ると思いますね。そうだろうね。でもみんな、ま、みんな並木のふれあい祭りに来てください。来てください。ダメでしょ。こっち行った。ビールの国じゃダメです。こっちにもありますから大丈夫です。え、待って待って待って、マリハナね。あれ、なんだっけ。何だ。エンディング何分ですか。どれ。エンディングが6時だからさっさと行けば大丈夫ですよ。あ、終わってね。そう、うん、それとマリハナっていう、これ知らなかったの、うん、小江戸で。マリハナ、マリファナ、マリファナじゃありません。マリファナ、それはもうダメです、それとあと埼玉黒豚を使った麦味噌チャーシューが500円みたいな感じで、それも売ってます。新井さんとかね。新井さんだね。新井くんとか、うん、どっちだ微妙だけど今来てますよね。あれは新井くん、あれ新井で、新井さんはベース弾いてる新井さん。あー、ベースベース、昨日ギュイーンって出た人ですか。うん、もっとプロの人、ダウンタウンブギュギバンドのベースの人。ギュイーン、まあそんな感じです。行ってみたらどうかな。まああと他にいろいろそこの場所で酒屋さんで買ったものがそのまま飲めるっていう、うん、お安く飲めますんでね。大人にはいい話ですね子供あんま関係ないもんな。うん、食べれるとしたらチャーシューだけですね。だなね。じゃあ次行ってみましょう。うん、次、あ、酒粕ケーキ第2弾、この前試食しましたね。テスさん買ってきてくれて。ケークじゃなかった、はい、うん、え、ケーク、はい、白鳥屋酒店、例の川口駅のそばですね。声優の中みたいな。声優、そこのシャンド像、シャンドア像です。シャンドア像ってケーキ屋さんがあるだよね。あのゼオの近くの、新井商店さんの先ですね。うんうん、川口 のテレビで見ました。超美味しい、シャンドワゾーさんとのコラボケーキ第2弾が今日から発売。今回は蓮田の新亀酒造さんの酒粕ケーキ、レモンピール味のショコ、レモンピール味とショコラ味、前にも増して美味しいですよ。それで甘くなったら美味しいです、ケーキは。シャンドワゾーさんってもともとショコラティエなので、うん、そうそうそう、チョコ屋さんの、チョコが得意らしいので、ね、ショコラ味は超美味しそうだ、うん、そっかそっか、いいね。チョコ屋さんなんだ。もともとチョコが得意だそうです。でも結構今いろんなのが美味しいって、友達がシャンドワーズ好きで、うん、ガトーショコラが超美味しいんだよみたいなこと超言ってました。へ、うん、あそこも美味しいよね。あのわらびとあれの入り口のところ、なんだっけ、フランス料理屋さん。フランス、あ、はい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 、なんつうのあそこ。あのアリオのあそこのところにも入ってる。そう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 、あ、名前が出てこない。フロ、さっき言ってたあのあれ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 だよ、あれあれあれ
アートギャラリーのところに入ってるお店ですね。カフェ？き、あかんね。テさんが今調べてる。アートギャラリーに入ってるカフェ屋さん？うん、うん、カフェ屋さん。おお。あそこのお店がまあ、川口とわらびの間にあるんですけれども、そこのなんていうんだっけ、そのチョコのケーキうまい。うん。なかなかうまい。素晴らしいです。っていうのもあり。シャ。プララシャルール。あ、プララシャルール。プラシャル。プララシャルル。プラシ。プラシャルル。プラシャルル。わかる。プラシャルル。プラシャルル。進化。進化いたしました。はい。そこのケーキも美味しいですね。本店は蔦屋さんの、ね、そうだね、裏、うん、蔦屋からもうわらびなんだよね。まあそんな入り組んだ並木めっちゃ入り組んでましょうね、うん、さあ次行ってみましょう。美味しいケーキの話はまた今度。次すげー話です。すげー話、これすげー話、生きてー俺みたいな感じ。6月13日土曜日、うーんが来ます。ここで隠してどうするの。なんと一郎城登場。さすがです。一郎城登場します。6月13日ですね。青木町公園総合運動場相撲場。青木公園の中に相撲場があります。あるね。ある。まあ、雨天結構って屋根ついてるもんな。うん。屋根ついてないとみんな流れちゃうからね。ああ。対象者、ここが残念。市内小学校の5年生、6年生50人。メル6年生でもいけるかな。もういいと思う。全然、全然無理。絶対無理か。初心者や女子でも大歓迎ということです。大歓迎。初心者じゃない5、6年生いんのかよ、その。参加費は1000円です。持ち物は特になしということで、当日はシャワー施設が使えません。汚れてもいい格好でご参加くださいということですね。いいなぁ。プログラム的には、まず開会式9時半から、それから港部屋親方、港親方ですね、のお相撲のお話、これが9時40分。で、一ノ城関たちと相撲体験、そしてちゃんこ試食会がありますのが10時10分から。ってことは、親方は30分喋るの。まあいいや。それはないと思います。そうですね。まあそんな感じです。ちゃんこも食べられるんだね。それで1000円で一ノ城と相撲体験、すごい。ぶつかり稽古ができんの。なんでお相撲さんって言ったらちゃんこ鍋なんですか。あれがね、体の吸収がいいんだって。うん、結構あれですよね、寝て食って、うん、出してますよね、うん、寝て食って練習して、寝て食って練習してみたいな。で体どう思う。でもメル君これ いけないの。いけない。ミニはいけます。ミニはいけます。マチカラジオ最中です。残念。しかも5年生でも6年生でもないし。6年生でーす。なわけねえだろ。さあそんな感じです。これあの JCI、 いわゆる青年会議所が主催みたいですね。これいいね。いいですよねこれね。 JC やるな。なんで大人はダメなんですか。でこの JC の今の会長、川口の会長が、さっきの川口神社のゴンネギでね、頑張ってんな、いいぞ、応援するぞ、なんか手伝えねえな。土曜日じゃな。何にもできねえな。未来の OK どれぐらい使ったんでしょうね。え、未来の OK どれぐらい使ったんでしょうね。結構使ってますよ。未来の OK、チャリーン。結構使って、結構使わないと無理ですね。これでもねえ、見に来る人たちもすっごいいっぱい来ると思うんですよ。うん、あの相撲の建物ができて以来の人が来ると思うよ。もう一の城 ね、そのためにも勝ち越してお願い、頑張れ、あと2勝、今日と明日勝ってね、応援してみたいと思います。さあそんな感じで一の城来るよ。6月13日土曜日、青木公園の相撲のところね。わかった。わかるよね、相撲のところって。今あとランニングをずーっとランニングコースずーっと行くと、そう、西川口駅から一番遠い方だね。うん、あ、そうですね、裏側の方ですね。ランニングコースずーっと行くと左側にありますよね。それはランニングコース行きゃ一周できるから、こうやってすげえ説明だね。こうやってこうやって行って、こうやって曲がるときにどっからっていう規定も決めないと。忘れちゃったよ。もう野球場入り口から一番遠いところですね。野球場の入り口の一番反対側ですね。そうそう、反対、ね、反対角、はい、うん、結構大きいですよね。まあまあでかいですね。1周1キロだからね、うん、そう、1周1キロあるんだよね。
あれですよ、私マラソン大会で、うん、それ2周と、うん、あと中のグラ陸上グラウンド、うん、何周かするんですよ。3キロも走るんですよ。無理無理。いいじゃん、それでマラソン大会でしょ。なんか20キロとか30キロ走ってるな、高校の時。37キロだっけ高校の時。そうですね、うん、30キロぐらいとか普通にありましたね、うん、市立川口高校は、うん、秋ヶ瀬公園。うちらも秋ヶ瀬行ったよ。で2本先、羽倉橋でしたっけ、羽倉橋まで行って渡ってぐるーっと帰ってくるって、絶対にズルができないっていう。あ、うちら回らなかったよね。なんかこんな変な道行ってから最後土手で帰ってきたよね。土手をずーっと走ってて、うん、2本先のでっかい橋渡って、うん、反対側をずーっと走って帰ってくるっていう。あ、本当。絶対ズルができないっていう。なんでできないの？どの道できないの？え、なんでできない？橋渡んなきゃ。橋渡ると向こう側じゃん。橋渡る途中に、あの途中にチェックポイントがあって、うん、そこのチェックポイント取らないといけないから、絶対ズルができない。まあそんなことズルはしない方がお得です。せっかく走ってるんですからね、体を鍛えましょう。そういう意識でやっていただければなと。どうせ走るんですかっていう、はい、まあそんなのもありましたけど、あの一ノ城が、うん、はい、あれ一ノ城が、今あの この川口から、うん、川口から通ってるんで、わらびかな、わらびから通ってるんですよね、うん、相乗まで。あれ今の小結びぐらいになるとタクシーで行けると思う。あ、タクシーで、タクシー使えると思う、うん、いわゆる三役になるとタクシーで、であとはどこまでタクシーがつけられるかで違うんだって。あ、横綱になると、なあの国技館の中まで入れるとか、はいはい、なんかいろいろあるらしいです。角がある、ね、角がある。あのなんかずっとわらび駅で見張ってると見れるとか、そんなことない。俺はでもなんだっけキャラのとこで見ましたけどね。あ、見たんですか。見ました。あの同じ関取衆と一緒にいるんだけど、いわゆる頭質と違いますね、大きさが、うん、こんな感じこんな感じでかいです、マジで。じゃあメルカ羽鳥さんだとしたらこうなんですか。こんな感じかな。でなんか食べ放題の串焼き屋さんかなんかに行っちゃった、あれ潰れちゃうんじゃねえかと思う。あまず店が潰れる前に椅子が潰れるんじゃねえかって。でかいです。何キロあるんですか、まあ、一ノ城。わかんねえ、200キロぐらいあるんじゃねえの。190何センチあるんだよね。そうです、もう2メーターぐらいあるんだね。一ノ城さんは、はい、ごめんなさい、約2メートル。2メートル、うん、192センチ、うん、203キロ。200キロ超え、200キロ超え、すんげえな。ちなみに BMI は、うん、54.8 だそうです。高いです、BMI？ 高いですね。高い、はい、デブなんだ。それはそうでしょう。あれ、なんとか関はすごい体脂肪が低いとかなんとかあったよね。ありましたね、うん、あいつ特別だよね。すごい。千代の富士なんかすごいだろうね、あれね、全盛期の千代の富士なんですよ。さあ、お相撲の話はそのぐらいで、何しろ頑張ってほしい、はい、一ノ城、はい、勝ち越し目指せ、ね、最低限でもその小結び保持、ね、頑張ってもらいたい。そしてぶつかり稽古にも来てね、6月13日ということでね。さあ次、川口オートレース通りの田島屋さん、今年の父の日、6月21日が父の日らしいんですけども、プレゼントにはオリジナルラベルのお酒をプレゼントしませんかということで、文字、イラスト、写真等々ご自由と。注文は1本から受けたわりますので、お気軽にお問い合わせください。なお、お申し込み期間は6月15日までとなっております。これどこ、ですね、こちらの方がですね、うん、川口オートレース場から、うん、あの川口駅の方にオートレース、あの角、そうです、そうです、ガソリンスタンドの前、そうです、そうです、はいはいはい、あ最近よく知ったお酒屋さんですね、はい、あそこでそんなことやってんだ知らなかったそんなに積極的になんかやってる店じゃないのかと思ってたよ俺あのオートレース通りって言ってもなんか、うん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 、どなんですね、あのあれだ、小島とか、そう、小島とかあっちの方に行く道、行く道の方ですね、うん、そこのね、ちょこっとした道の角にあります、あるお店ですもんね、はい、そうですか、そんなラベルを作ってくれると、うん、お父さんの写真でラベルを作ってくれたりとか、お母さんの写真撮ってて、あんまり飲みすぎないでねとか、嫌なラベルだなそれあとなんかこう再生回のさ
なんていうの、健康診断の通知の数値が書いてあるとかさ、それのコピー、これなんだよこれ嫌がらせかよみたいな。だけどそれもそれで楽しいじゃないですか、家族の団らんが生まれる。楽しくねえよこれ、嫌がらせだろ。いやメルはメルとしては、うん、羽鳥さんにはやっぱり飲みすぎないでほしいですね。まあそうだな、あらにも言っといた方がいいよ、飲みすぎないでください。まあそうだな、お父さんも酒飲むな。あーたまに、あ、ま、飲むけど、うん、飲むけど、うん、なんか酔わない。酔わない。酔ったところ見たことない。ああ、そっか。その頃寝ちゃうのきっと。ああ、寝てるね。で、パパのキモいところが、うん、あれなんだよね。ほっぺたスリスリしてる。まあ、女の子は可愛いからね。ジョリジョリで。やめてっていうのがまた可愛い。しょうがない。で、やめてって言わないでドンってやった方がいいんかな。いやいやいや。もう、そのうち力的にも負けるから。ドンっていうのはこうね、弾みっていうのがあるんで、あんまり危険なことはしない。どこまで行っても死んでもあなたの味方ですからお父さん。じゃあパパには命張ってでも守りますから。パパには、うん、何のラベルにしよう。まあ羽鳥さんには飲みすぎないでねっていうのがいいのかもしれないけど、それは聞かないってことぐらい一応ちゃんが一番知ってる。、まあ、あくまでラベルですから、ね、あくまでラベル。はいはい。まあそんな嫌がらせもできるっていう楽しい新しい使い方。6月15日まで。はい、6月15日までですね。田島屋さんぜひ行ってみたらどうかな。あそこなんだっけ、あれだよね、あれ、うちにあるお酒、あそこが強いですね。カゲトラだ、カゲトラ強いです。カゲトラ、うん、かっこいい。うちにもカゲトラ売ってますんで、ぜひ飲みに来たらいかがかな。3種類ぐらいあります。4種類か3種類ぐらいあるかありますんで、ぜひ来てください。はい、次。さあ、これはですね、毎回お伝えしておりますが、川口の元気商品券、なんと26億円っていう話で、まず加盟店募集、その商品券を使えるお店にあなたもなりませんかっていうのが一つ、それとぜひ買ってくださいと、買いましょうよっていうのがもう一つ、加盟店はですね、商工会議所か俺に言ってください。もしくは俺。だってこれ聞いてる人に言ってんだから、どこどこに連絡しろっていうよりも俺に来いっていう。まあお店に限ります、家庭とかじゃ無理です。そうしますと俺がいろんな人を紹介しますので、何しろ元気川口商品券今回26億円発行ということで、20億円分しかお金払ってないのに26億円を世の中お金が回ると、非常に素晴らしいこと。非常に素晴らしいこと、非常に素晴らしい、素晴らしい。まずその元気川口商品券っていうのはどんなものか、それは共通券っていうと専用券っていう2つ種類があります。共通券は全部使える、いわゆるあの大型店舗、いわゆるキャラだとかアリオだとか、あとコモディーだとか、そういうとこそごうとか、それは一括り大きなお店っていう一括りと、それ以外、それ以外、まあうちのお店だとかタバコ屋さん、タバコ屋さんでも加盟してるとかしてないところあるんだけど、まああと洋服屋さんちっちゃいところとかね、それとまず大きく2つに分けてください。コンビニでは使えません。使えるところもある。あるんだ、うん、うちではそれ使いますよっていうコンビニもある。あるんだ、うん、それはレジの打ち方とか大変になるので、やるとことやらないところがある、うん、そんな感じ。まあ大きく2つに分けてください。両方使えるのが共通券、それと大きい店では使えないちっちゃなお店だけで使えますよというのが専用券、両方ついて、2万円1セットね。でも2万円で買って、それは2万6000円分の価値があるという、とってもお得な話です。それなんで、ぜひお買い求めいただければなと。それまでに、貯金崩しておいてないみたいな。なんだそれ。これはね、予約抽選販売となります。はい。予約抽選、予約をしてもらわないと抽選に早朝しない、上がっていかないということで、応募期間は6月15日からです。7月の21日までなんですけれども、申し込みは1世帯3人までとということです。細かいことはまたなんかいろいろ出てます、川口とか司法川口なんかにもね、出るようになってきましたので、今のところそちらご参照いただければな、そんな風に思っています。さあ次、今度7月5日鳩ヶ谷総鎮守氷川神社、どこだこれ、鳩首相の裏、はい、うん、横か、うん、7月5日ね、毎年恒例の七夕祭り前夜祭を開催いたします。
毎年恒例は七夕祭りじゃないの？毎年恒例ですよ。恒例なのは七夕祭りなんですよ。それの前夜祭を開催します。そして新しいお祭り、日光谷道鳩ヶ谷宿夏の陣、でん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 っていうことは、7月4日土曜日と5日日曜日に鳩ヶ谷から新井宿周辺の神社仏閣等において地域の新たなお祭り、日光おなり道鳩ヶ谷宿夏の陣が開催されます。日本旅行記者クラブに向けてイベント概要の発表を行いました。これやってくれたのが元おなり姫の、川口観光コンシェルズのコンシェルジュの、小林千鶴さんがプレゼンテーションを行いました。いいな、おなり姫。おなり姫、扱ってたね、そういや、ずっと前。ほんと？うん。なかなかすげえ。これ何？洗いも絡んでんの？何も。おなり姫さんってすごくいろんなところで活動してますよね。うん、そうそうそう。だこの人もともと NHK のアナウンサーだったから、喋りうめえし。うん、すごい。ててみたいな。今喋ってねえじゃん。歌ってたんじゃん。で、こうやって見て、何時のニュースになりましたってやったら、そう、そんなこともできます。おー、すごい。ね、7月1日、こんなことやるんだ。4日、5日、その新たなお祭り。プレゼンテーションを行いましたっていう、これがニュースなわけね。いやいやいや、違います。違いますから。そうですか、違うんですか。はい、そんな感じでですね、7月4日5日、開けといて。鳩ヶ谷から新井宿にかけてのね、その周辺、いわゆるおなり道と言われているところですね、なんかやるらしいです。詳しくはまた来週。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 ね、そのプレゼンテーションここでやってくれないかな。ねえ、やってほしいですよね。ちょっと寄ってくれないかな。ねえ、誰か手つけてくんね。緊張しちゃうよね、でもね。来たらね、片さないと。まずここおなり姫、おなり姫のためにために片付けないと。まあいろいろ大変な今日このこと。さて、第10回並木ふれあい寄せ in 三丁目花の女流スペシャルということで、これが5月の31日、はい、日曜日です。実は来週だな。早いな、もう6月になっちゃう。西川口東口のお好み焼き三丁目にて落語会を開催します。出演者は立川ガジラさん、立川シラリンさん、それから立川楽民さん。花の女流スペシャル、女の人ですね、女流スペシャルです。終演後は出演者を囲んでの打ち上げもあります。これはまあ治療金になります。日時が先ほど言いました5月31日日曜日、開演がですね14時30分2時半ですね、こちらで行われます。木戸線、これは入場料ですね、こちらが1500円。場所はお好み焼き三丁目、武南高校に向かう道、西川口駅を降りてねそれの途中にあります、お好み焼き三丁目。ここのマスター、俺の大先輩、小畑出身です。柔道部。もうすでに毛はありません。あわあわあ。はい、そんな感じです。なんだっけ、言っても、なんだっけ、羽鳥さんが電話したら、あわあして出るみたいなこと言ってた。あ、俺が、うん、言った。誰が。え？羽鳥さんが。うーん。そう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 。うーん。そう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 です。あわあ。浜さんね。はい、そんな感じで。まず10回目の並木ふれあい寄せ。そして次は第11回目並木ふれあい寄せ。これはね、どんぐりでやります。今度は6月の21、5月の31と、その次が6月の21、とも日曜日です。父の日だ。父の日だね。そっかそっか。出演者は快楽亭ブラボーさん。そして立川ガジラさん。若手2人の2人会ということで。まあこれはいつもの2人と。いうことで、こちらはね、1時半会場、2時から開演。こちら、木戸線は1000円です。まあ、その後、出演者を囲んでの打ち上げがありかないか、みたいな。まあ、別料金になりますけど。こちらは、場所はどんぐりさんです。どんぐりさん。メルちゃんのところと俺んちのすぐそば。ペッペッペみたいな。はい、どんぐりさんです。ぜひ、行ってみないとな。なんか、顔が立たないよね。あ、そんな感じ。さあ、次。川口ストリートジャズフェスティバル第4回に向けてのこの番組、多分今日最後になると思います。この3回目の T シャツ着るもう出来上がってきたそうです。あ、マジっすか。はい、そんな感じなんで、次は新しい T シャツで来れるかなと。
で、まあ何しろやるのは9月20日です。ぼちぼち動き始めて、今週の金曜日、水曜日あたり、あ、だよな、に会議がありますんで、そこでいろいろ決まってくるかなと、うん。なかなかちょうどいい時間です。ということで、フェスの話は短めになっちゃってね。まあ、とりあえずいいか。こんな感じで。はい。次、メディアセブン情報。これヘッドホンですね。ヘッドホンの話。シャカ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 。明日。だからいけません、誰も。みんな触れ合いますですか。みんな触れ合います。みんな触れ合います、ね。ごめんなさい、ね、ヘッドフォン。ね。明日の13時から16時まで。ということで、材料費含む1900円。なんで逆から読むんだよね。音が鳴る仕組みを知ろうということで、大人気の紙コップヘッドホン作り。紙コップ使ってヘッドホンを作るらしいです。今年度も開催いたします。ヘッドホンなんて自分で作れるの？紙コップ自体が作れないかもしれませんね。無理ですね。はい。と思う人が多いかもしれません。でも身近にあるものを組み合わせるだけで立派なヘッドホンに変身。音が鳴る仕組みを知りながら出来上がったヘッドホンを自分なりにデコレーションして、世界に一つだけのオリジナルヘッドホンを作ってみませんかということで、明日、13時から16時。対象は小学校3年生から高校生。ねるちゃん入ってるけど、この日忙しいとダメだ。無理ですね。定員は16人です。で、参加費は900円。材料費含むということですね。紙コップのヘッドホンっていうか、俺たちは紙コップで電話を作ったよね。電話作りました、ね。糸電話そう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 。でも糸電話って繋がってんのかな、あれ。繋がってる？近すぎて、うん、近すぎて聞こえてるみたいな。あ、ハウリングみたいな。そう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 。まあいいじゃん、それも。2階から1階だったら絶対繋がんないって。糸がピンと張ってれば大丈夫。テンションの問題だから。ね、それを、まあいいや、うん、大丈夫です。でもこうでしょ、なんか紙でこうなってなってるのにピキコって出てるんでしょ。多分ね。だと思います、台本と思うんですけど、あの他人が見るとちょっと笑っちゃう。いつバラだ ね思ったって感じでしょう。さあ、そんな感じです。お家で使いましょう。はい。あとは鳩ヶ谷の一日乗車券、実はですね、こんな素敵な感じになってますね。イラストが入って、はい、チラシ配っていただいて、地図、そうだね、これ5月30日ですね、来週です、ね。荒井宿、鳩ヶ谷駅スタートして、ゴールは荒井宿まで行って、テケ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 、まあ、それでもついでと言っちゃうなんですが、SR の1日入乗車券を使ったらどうみたいな、結構素敵なイラストが書いてありますね。いくらでしょ、いくら、いかがでしょうか。いくら、あと、そごさん、いつもお世話になっております。ほとんど高いんで買い物できませんが、いくらです、いくら埋め尽くされてます、ご飯で。逆だよ。あ、違う。今ね、北海道、初夏の北海道物産展やってます。これなんか、川口初って言ってたんですけど、川口初じゃないよな、北海道物産展何回もやってるよな。その中でコラボ弁当っていうのは、それが初みたい、うん、で、いわゆるその鳥だとか牛だとかとなんか他混ぜたりとか、なんかね、すごい出店者でミックスしたいわゆるバイキング弁当みたいな感じになってるのかな。ね、これやばくない？コロッケに、うん、あれそう、揚げ物に生物。うん、そう、そういう感じ。すごい。だから今すぐ食べる。いくらです、いくらいくらいくら。なんで弁当にしなくたっていいじゃん、ね。いくらいくらいくら。いくら好き？ご飯大好き、いくら。うん、ご飯をいくらで埋め尽くす。これが一品弁当ってやつです、ね。すげー。それカニだらけとか。カニはいいや。カニだらけ。あと北国初、川口初。高っ。高いね。2052円。高いです。いくら丼。もうちょっとお金出して上でビール飲み放題のが俺は好きですね。カニ丼は2484円。うん、高いね。はい。そんな感じで、そこをとりあえず、ね、北海道店やってますんで、ぜひ遊びに行ってはいかがか。やべ、いくら超美味しそう。イルカうまい。イルカって言っちゃって。さあ、今週も楽しんでいただけましたでしょうか。さあ、今ちょっと話出ましたけどね、ビアガーデンもうすでに始まっております。明日なんとなく雨っぽいんだけど、なんか持っていただきたいな。明日やります。そして今日明日でやってます。カツサヤさん、こちらもね、今日行ってください。カツサヤさんは今日、明日、今日明日、2日は明日、2日間、ね、
委員会ジビールもやってますんで、ぜひお楽しみに。さあ今週も1時間たっぷりでいいのかなお届けしました。何しろ明日並木のお祭りなんで、ぜひ遊びに来てください。メルちゃん引きます。川口カラフルリリーの音程間違ってるかな放送事故ですふれあい祭り in 並木、明日頑張ります。頑張ります。ぜひ遊びに来てください。もうテストが終わって、そうのびのびテンションが、テンションがまあそんな変な中学生。さあ今日も頑張ってお届けいたしました、まちかわラジオ、お聞きいただきましてありがとうございます。この番組はですね、川口元郷にあります三田前用品店、そして西川口駅西口にありますそばどころ二幸さん、こちらの提供でお届けいたしました。放送担当いたしましたのはまちづくり川口 NPO 法人ですね、はい、それでの方を担当いたしました。そして今日お届けしましたのはもじゃもじゃハトリ、キシワメルです。はい、そしてキュポランとテツさん、西川ちゃん、キュポラン今週は仕事あんのかな。あるキュポー、ほんと、まあ、そんな感じで並木のお祭り来てほしいですね。来てほしいですね。それでは週末ぜひ遊びに来てください。また来週。